視聴者が涙した。ナンバーアンダーラインアイが2024年音楽の日でファンを魅了。平野ガン・ユー太、神宮寺ユー太の完璧なステージング。ナンバーアンダーラインアイが2024年音楽の日で披露したダンスと歌声に観客が感動。その理由とは。2024年の音楽の日には多くの音楽グループが出演しましたが、ナンバーアンダーラインアイが登場するとすぐにスタジオが揺れ。 ナンバーアンダーラインアイが声を上げて激しく踊ると幸運なファン全員が喜びました平野ガン・ユー太神宮寺ー太の絵がプリントされたセンスと伝説の光るハンマーナンバーアンダーラインアイを手に一斉にナンバーアンダーラインアイに向かって手を上げた平野ガン・ユー太神宮寺ー太は2024年の音楽の日再び有明アリーナのステージに立つ感動を味わえると知らず興奮を隠せなかった 視聴者の皆さんがナンバーアンダーラインアイを愛し見た瞬間泣いたからである数えきれないほどのファンが集まりそれぞれが自分のお気に入りのグループの名前を叫んでいましたその中でひときわ大きな声援が上がったのはナンバーアンダーラインアイの登場時でした彼らがステージに現れるとスタジオ内の空気が一変し歓声と拍手が鳴り響き観客全員がその場の一体感を感じているようでした ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、平野翔、優太、神宮寺優太の3人組で、そのカジュアルなスタイルは他のグループとは一線を隠していました。音楽の日2024でナンバーアンダーラインアイが選んだ衣装は、有明アリーナでのパフォーマンスに似ていて、ナンバーアンダーラインアイの歌を聴きに来られなかったファンも有明アリーナのようなパフォーマンスを鑑賞でき、リスナーの皆さんも有明でのナンバーアンダーラインアイのライブを鑑賞できたので、 とても感慨深いものがありました。アリーナは、このナンバーアンダーラインアイがさらに完璧で激しいことを示しています。ナンバーアンダーラインアイはダンスグループとは対照的に白い衣装を着ていた。美しい画像を作成して視聴者を魅了しましょう。彼らが最初の曲を歌い始めた瞬間、私はその場に釘付け気になりました。彼らの歌声は力強く、感情豊かで、 まるるでで心の奥底に響いてくるようでしたその技術の高さと表現力に観客全員が引き込まれていました特に印象的だったのは彼らが難しいパートを完璧にこなしていたことです普通のアーティストならば音程が狂ったりリズムがずれたりするような箇所でも彼らは一切ミスをせずに歌い上げていたのです彼らのパフォーマンスが終わると観客からは大きな拍手と歓声が上がりました 2024年の音楽の日でのことでした。あの日、私は何気なくテレビをつけて、なんとなく音楽番組を見ていたのですが、ナンバーアンダーラインアイが登場した瞬間、スタジオの空気が一変しました。平野翔、ガン・ユータ、神宮寺ユータの3人がステージに現れた時、その場にいた全員が一体感を感じたのです。彼らの登場に合わせて、数え切れないほどのファンが一斉に歓声を上げ、 手を振り上げました。彼らの姿を見て、観客は涙を流し、感動の瞬間を共有していました。その光景はまるで魔法のようで、私もその場に引き込まれました。ナンンバーアンダーアダラインアイのパフォーマンスは、他のグループとは一線を画していました。彼らは白い衣装をまとい、カジュアルなスタイルでステージに立っていました。その姿はとても魅力的で、 視覚的にも非常に美しいものでした。彼らが最初の曲を歌い始めると、その力強い歌声と感情豊かな表現に、私は釘付け気になりました。彼らの技術の高さと表現力は圧倒的で、観客全員がその世界に引き込まれていました。特に印象的だったのは、彼らが難しいパートを完璧にこなしていたことです。普通のアーティストならば音程が狂ったり、 リズムがずれたりするような箇所でも彼らは一切ミスをせずに歌い上げていたのです彼らのパフォーマンスが終わると観客からは大きな拍手と歓声が上がりました彼らの音楽には人々を魅了し感動させる力がありました私は彼らの歌声を聞きながら自分の心がどんどん温かくなっていくのを感じました彼らの音楽はまさに魔法のようでしたその後 私は彼らのファンとしての活動を始めました。彼らの新しいアルバムやシングルが発売されるたびに、私はすぐに購入して繰り返し聴きました。彼らの音楽を聴くたびに、新しい発見があり、ますます彼らの魅力に引き込まれていきました。彼らの歌詞は、日常の出来事や感情を鮮やかに描写しており、聴く者の,の心に深く染み渡るものでした。さらに、 彼らのパフォーマンスを見て感じたことの一つに、彼らのチームワークの素晴らしさがあります。三人がそれぞれの役割を完璧にこなし、互いにサポートし合う姿は、まるで一つの生き物のようでした。彼らのパフォーマンスは、単なるエンターテインメントを超えたものであり、芸術的な美しさがありました。彼らの動きや表情には、一つ一つに意味が込められており、観客を魅了する力がありました。 彼らのステージングは視覚的にも非常に魅力的でした。照明やセットのデザインが彼らのパフォーマンスを一層引き立てていました。特に印象的だったのは彼らがステージ上で見せる表情の変化でした。彼らの目は常に輝いており、その眼差しには強い意志と情熱が感じられました。彼らが一曲一曲を歌い終えるたびに、その場の空気が一層熱くなっていくのを感じました。 音楽の日2024でのパフォーマンスは、彼らのキャリアにおいて重要な節目となりました。特に注目すべきは、彼らが日本史上最速でミュージックビデオをリリースしたという事実です。これにより、彼らの存在が一層際立ち、今後の活動に対する期待も高まりました。このような快挙を成し遂げるためには、彼らの努力と情熱がどれほど大きなものであったかを考えると、 ますます彼らのファンになる理由が理解できます。ナンバーアンダーライン愛の成功の背景には、彼らの不断の努力と想像力がありました。彼らは常に新しいことに挑戦し、自分たちの限界を超えることを目指していました。その姿勢が、多くのファンを引きつける要因の一つであったことは間違いありません。彼らのパフォーマンスは、常に進化し続け、 その度に新しい驚きと感動を提供していました。彼らの努力と情熱が観客に伝わり、それが彼らの人気を支える大きな要因となっていたのです。彼らの成功は一夜にして得られたものではありませんでした。彼らはデビュー当初から地道な努力を続け、多くの困難を乗り越えてきました。その過程で彼らは成長し、現在の地位を確立するに至ったのです。 彼らのストーリーは、多くの若者にとって大きな励みとなり、自分たちも夢を追いかけ続けることの重要性を教えてくれました。さらに、彼らの音楽には、一貫してポジティブなメッセージが込められていました。彼らの歌詞は、日常の困難や挑戦に立ち向かう勇気を与えてくれるものであり、多くのファンにとって心の支えとなっていました。彼らの音楽は、単なるエンターテインメントを超え、 人々ののの心に深く根すすもでであったのです彼らのパフォーマンスを見るたびに私は新たな感動とともに自分自身の人生についても考える機会を得ました彼らの情熱と努力に触れることで自分ももっと頑張ろうと思えるようになりました彼らの成功は自分たちの夢を追いかけ続けることの重要性を教えてくれるものでありその姿勢は多くの人々にとって大きなインスピレーションとなっていました さらに、彼らの音楽を通じて、私は多くの新しい友人と出会うことができました。共通の趣味を持つ仲間と一緒に彼らの音楽を楽しむことは、私にとって大きな喜びとなりました。彼らの音楽がきっかけで始まった友情は、私の人生を豊かにしてくれるものであり、その意味でも彼らの存在は非常に大きなものでした。ナンバー・アンダーライン愛の成功の背後には、 彼らの絶え間ない努力と情熱がありました。彼らは常に新しいことに挑戦し、自分たちの限界を超えることを目指していました。その姿勢が多くのファンを引きつける要因の一つであったことは間違いありません。彼らのパフォーマンスは常に進化し続け、その度に新しい驚きと感動を提供していました。彼らの努力と情熱が観客に伝わり、 それが彼らの人気を支える大きな要因となっていたのです。彼らの成功は、一夜にして得られたものではありませんでした。彼らはデビュー当初から地道な努力を続け、多くの困難を乗り越えてきました。